吉谷さん、久保哲郎のローと吉谷拓郎のローがシンクロしましたか。まあ、不思議ですよね。私なりに分析してるとね、やっぱこう活動量が多いからシンクロするものがどんどん出てくると思うんですよ。というのが私が発信をたくさんしますよね、吉谷さんに向けて。その分だけ吉谷さんの中でいろんなキーワードが暮らしの中で出てると思うんですけども、それがクロスマッチする可能性高まるんじゃないですかね。だからコミュニケーションがあんまりないと、あ、同じこと今考えてたよみたいなのの確率は減りますからね。でね、私たちのローを受け継ぐもう一人の戦士出川哲郎さんの仕事が一切なくなったというのを知ってますというのが、あのモデルのね、マリエさんって方が芸能界に入った18歳の頃に島田紳助さんに性接待をね、枕営業を強要されて、それを出川哲郎さんが同席していてね、煽ったらしいんですよ。でそれを、まあ、最近ね、そのマリエさんがインスタのライブとかで暴露して、それがすごく広まってね、出川哲郎なんて使えねえやみたいな感じになっちゃうということでございます。まあ芸能界ってのはとかくそういった性接待とね、金の本当欲望の渦巻くところかなと思いますし、まあ無理もないですよね。芸能界にはね、女の子は可愛くって綺麗な子がいっぱい入ってきますから、それはね、芸能界で力持ってる実力でのし上がってきた男性陣っていうのは、まあうまい印そうかなと思いますし、ちょっとすればね、自分の力で抑えることもできるんで、まあでもそこにね、何がしかの、人を育てる愛情とか優しさとかね、あればなと思いますけども、まあそうも言ってられないでしょうね。芸能界ってのは要するにそういうことが割り切れないとビジネスにならない。逆に言うとですね、自分の体を売ることによって全てがつかめるんだったらそれでいいやって思わないとね。なんか芸能界にいるその女性のタレントとかっていうのはみんなこう風俗嬢みたいなもんなんだろうなっていう風な声もあるぐらいなんですよ。まあでもそうですよね、芸能っていうのはそういうものなのかもしれないですね、まあ私はね、アイドルさん好きなんで、もう一切綺麗、もう一切クリーンって今でも信じてますけどねまあ青臭いままで言ってますけども。さあ今回はね、ビジネスについて苦手なことで生きていくっていうキーワード、すごく面白いですね、これはね。要するに吉谷さんは苦手だったものをやり続けることによって気にならないぐらい、まあ、あのそれで稼げるようになっちゃったってことなんですよ。だからそれをね、入り口でね、いや向いてないからとかね、あのこれ苦手なんですとかね、経験がないからとか言って誤託を言う人は、まあ稼がなくていいってことなんですよ。あのやっぱりできないことをできるようにしていく、そして力をつけて進歩する、これ以外になくないですかってことですよね。できないものはできないままで、もう手持ちのカードっていうんですけどね、残された能力で何かね、一山築くっていうのもいいんですよ。でもその残されたカード使わずに、あれがあればな、これがあればな、これができればなって思うわけじゃないですか。じゃあやればいいんじゃないかなってことなんですよ。あのネットワークビジネスでね、うまくいかなくなった人が、まあ大体文句言ってくるのが、全然ね、紹介者が増えないと、上から降ってくると思ったら来ないっていう他力本願なんですよ。待てと、ネットワークビジネスとか代理店ビジネスは、あなたが何人紹介を出し続けるかだけが報酬に反映されるんじゃないの。それを容認した上で参加するわけですよね。だから紹介が苦手な人はやらない方がいいですよっていうのは最初前提があるわけですよ。でもなんか淡い夢を抱いてね、やってきてずっと待ってるだけで、紹介出さないどころか誰にもその話をしなくて、こっそりやっていて儲かりませんって言うんですよ。いや、なんでビジネスをこっそりやるんですかと。自分はこんなビジネスをやってます、こんな商品扱ってます、いくらですって言い続けないと売れるわけないじゃないですか。それで売れないってことは自分が信頼されてないんですよ。あなたの言うことだったらもっともだっていうふうに思われてないんですよね。それね、売った後で信頼を壊すんだったらまだいいですよ。言ったのと違うじゃんとかね、思ったよりも良くなかったとかね、あのラーメン屋美味しいよって言って行ってみたら、そうでもなかったよって言ったら、じゃあ美味しいよって言った私が一つ信頼を失って、私が美味しいって言ったものが信じられなくなるっていうのはね、そういうふうなデメリットがあるわけなんですよ。だから紹介は難しいんだけども、でも商品に関する責任っていうのは商品を作った人が持つわけですからね。で、私たちはビジネスをする上で人の商品を紹介することもあれば、自分の商品をね、やっぱ紹介することもあって、どちらかというと自分の商品を紹介したいですよね。自分が一番分かってるわけですから、で責任も取れるわけですからね。で商品のバージョンアップもできるわけじゃないですか。そう考えたら私は商品を作った人が直接売るっていうね、このネットビジネスの通販スタイル、とっても今の世の中に合ってると思います。どこの誰かが分かんないけども、例えばね、マトリックスアフィリエイトってあるわけですよ。そのマトリックスアフィリエイトすごいですねって言って煽りまくって、ね、売ることはできますよ。ですけども、マトリックスアフィリエイトって何なんですかって質問を受けた時に、いや分かんないですねって答えるしかなくなっちゃうわけじゃないですか。だからね、こうズッキューンってね、打たれちゃうわけなんですけどね。
まあこういうふうにいろいろと今回は申し上げましたけども、つまりはね、苦手であることを口実にして動かなければ、あなたの人生自体が苦手ですよってことなんですよ。苦いでしょ。で今楽しくない、嬉しくない、苦い水飲んでるでしょ。ということは苦手を苦手のまま放っといて、人生自体を苦手につけてるんですよ。苦手のものをね、苦手じゃなくしたときに自分の人生は得意になってくるんですよ。自分の人生のマネジメントができるようになってくるんですよ、ね、言ってみれば人生っていうのは自分のね、例えば私だったら久保哲郎株式会社を運営してるものなんですよ。しかもこれは倒産イコール死なんですよね。死ぬ時まで倒産できないんですよ。どんなに負債を抱えていても、バランスシート上抱えた負債のこっちにね、資産が積み上がる形にしていかなければならないですし、負債だけあって資産がありませんよっていうのはどういうことかっていうと、単なるお金がなくなった状態とか、時間がなくなった状態とか、あらゆるものが搾取された状態ですよね。それはね、相当うっかりしてたらそういうことにもなるんですよ。ですので私はね、思いますけども、何かのビジネスに参加しました、お金取られちゃいました、取った人との関係を仲良くすればよくないですかとも思うんですよね、うん、まあね、苦手なものを得意にしていく、まずは第一歩としてこれをやることじゃないかなっていうのがね、今回の結論ですね。苦手なものを苦手なまま放置しておいて、問題が改善されるんだったらぜひ知りたいと思います、ね、だからその芸能界のね、権力を使わないと、そんなね、自分の好みのことも付き合えないようだったら、それは芸能界の権力使うしかないってことになっちゃうんですよで、そういう妬みとか歪みっていうのは必ずほつれちゃうんですよね、うん、暴露されちゃうんですよ。まあ、ですんでね、ビジネスやってきても正直にやるのが一番かなと思いますし、自分の商品を丁寧にケアしていく、サポートしていく、これでいいんじゃないですかね、うん、人の商品ほど危ないものないですよ。で、物事は変化しますから、今の時代に合わなくなってきたってものもあります。その時はものすごく良かったけども、時間が過ぎてみたら価値をね、どんどん落としていって、あんなものになんでお金払っちゃったんだろうと思いますけども、お金を払った瞬間がね、やっぱりクライマックスですからね。それはね、10年、30年、50年経ったら、どんな高価なものも一部のアンティークとかヴィンテージを除いて価値はなくなるわけですよ。だから鉄は熱いうちに手っていうかね、今だと思った時に全力投球、ね、例えばあの、何ですかね、ドリームアカデミアアドバンスっていうのがありますよね。売ってる時に買わないと、これその時期過ぎたら、まあなくてもよかったかなみたいな気持ちになって、チャンスを一個失うわけですよ。ということで、ゲームボーイアドバンスにちなんで、よくね、言い間違えちゃうんですけども、ドリームアカデミアアドバンス、ね、ドリアカ120万で高いんで、アドバンスでお試ししてみてはいかがでしょうか。